クラウディア・マリア・ポル・アレンスは、コスタリカの競泳選手。1979年にフランシスコ・リバスコーチの下、競泳を始めた。早々と中米屈指の選手となり、中米で多くのタイトルを獲得した。アトランタオリンピックの女子200メートル自由形では、金メダルを獲得し、コスタリカに初の金をもたらしただけでなく、ラテンアメリカで最初に金を獲得した女性となった。人気だったドイツのフランツィスカ・ファン・アルムシックや、ダグマル・ハーゼを覆しての金メダルだったため、世界に衝撃を与えた。また、クラウディアの姉のシルビア・ポルも、ソウルオリンピックの女子200メートル自由形で、コスタリカ初のメダルを獲得しており、姉妹でメダリストとなった。1997年には、スイミングワールドマガジン誌のワールドスイマー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。1998年に経営管理を専攻した、首都サンホセの大学を卒業。2000年のシドニーオリンピックでは銅メダル2個を獲得。2004年のアテネオリンピックでは400メートル自由形に出場したが9位に終わった。2006年の中央アメリカカリブ海競技大会でクラウディアは200メートル自由形と400メートル自由形においてそれぞれ2分00秒19と4分15秒01でゴールし、大会記録を更新した。姉のシルビアが1986年大会で出した記録を上回った。2007年8月8日に第一子セシリアを設け、母となった。2002年、クラウディアはドーピング違反の刑事被告人となった。クラウディアは判決を不服とし控訴したが、スポーツ仲裁裁判所は同年6月3日に控訴を棄却し、クラウディアに4年間の出場停止処分を課した。後に、ドーピング基準が国際水泳連盟基準から世界アンチドーピング機関基準に変わると2年間に短縮された。クラウディアは現在も無実の訴えを崩していない。ありがとうございます。